いやー、やっぱ海外でのプロモーション撮影は最高だね。思ったより日本人観光客も少ないし、こうして休憩時間にのんびりできる。ねえねえ、みんなは何食べる？私この紫の変なのが乗ってる変なクレープが食べたいな。そんなもの食べて大丈夫？お腹壊すと大変よ。だってせっかく海外に来たんだから、見たことないもの食べたいじゃん。心配しても仕方ないよ。トアは考えるより行動派だから、痛い目見ないと分かんないでしょ。さっきから周りの人に見られてる気がする。気のせいかな。え、もしかして私たちがフォトメイデンだって気づかれてる？さすがにそれはないでしょう。若い日本人の女の子が珍しいんじゃない？結構派手な水着だから注目されてるのかもね。ごめんなさい、私英語よくわからなくて。伊吹さん。私も英会話はちょっと。こういう時はノアが何とかしてくれるはず。待って、これ英語じゃなくて現地の言葉みたい。さすがに私も。じゃあ私が通訳してあげようか。トアさん、現地の言葉がわかるんですか？ふっふっふ、サキちゃん、世界の共通言語はボディーランゲージだよ。任せておいて。何か身振り手振りでやり取りしてますね。相手もうなずいてるけど、あれ本当に伝わってるのかな。トアの意外な特技かもしれないし、ここは信じて任せてみましょう。お待たせ、みんな。あのね、私たちに美味しい地元料理をご馳走してあげるってさ。ご馳走ですか？うん、近くの店に来てくれたら何でも好きなもの頼んでいいんだって。本当に？どうして見ず知らずの私たちにそんなことを？こんな可愛い子たち初めて見たから何かしてあげたいって。やっぱり可愛いは世界共通なんだよ。まあ相手もいい人そうだし、近くのお店なら少し寄ってみてもいいかもね。よし、決まり。みんなで行こう。さーて、それじゃあ何頼もうかな。ねえトア、目の前にあるこの大量のお皿は何？お店の人がどんどんお皿を運んでくるけど。ねえ、お店の壁に貼ってある張り紙、あれってもしかして皿洗いのアルバイト募集？そんなはずは。大変です、次々お皿が運び込まれてきます。話してる場合じゃないわ、みんなも早く洗って。